ミミウイルス化は、ウイルスの分類における一化である。肉質虫を主な自然粛主とする。2014年現在、公式には2種2属が知られている。ミミウイルス化は、アスファウイルス化、イルドウイルス化、フィコドナウイルス化、ポックスウイルス化、ダイナドナバイラスなどとともに、巨大核質 DNA ウイルスに分類される。このトガで最初に見つかった種。 ミミウイルスは2003年に発見された。このトガには未だ2種しか分類されていないが、未だ発見、分類されていない種が数多く存在するとされる。例えば、クリスクロマリーナイリセナウイルス01、ファシスティスパオチャティウイルス01、ピラミモナズウリアンタリスウイルス01などがこのトガに分類されるのではないかと考えられている。これらのウイルスは単離されたものの、 今だ詳しく調べられていない。現状、解分類として二つの属に分けられている。一つ目の属はミミウイルス属と命名され、さらに A、B、C の三つの系統に分けられている。ミミウイルス化の大部分はミミウイルス属に属するものとみられる。様々なミミウイルス化のビロファージはミミウイルスレポーターを用いて分離できる。もう一つはカフェテリアウイルス属で、 カフェテリアレンベル原質ウイルスがこれに分類される。少なくとも17種がこのトガに属するのではないかと、されるが、イドブが2014年までに公式に認めているのは2種、だけである。耳ウイルス化のウイルスは、丸い二重面体の形状を持ち、t コール972から t コール1141の間、および t コール1200の対称性を持つ。直径は400ナノメートルほどで、 長さは125ナノメートルほどである。1200キロバイトほどの大きさで線形かつセグメントに分かれないゲノムを持つ。ゲノム中に911個の ORF がある。増殖形態は DNA ストランドディスプレイスメントモデルを取る。DNA 型転写により転写される。肉質虫を主な自然宿主とする。レンチルウイルスのゲノムにはビロファージのゲノムが組み込まれており。 トラッポバイロンと呼ばれる、可動遺伝要素となっていることが報告されている。トラッポバイロンは、線形の DNA 要素で、およそ7キロ円基体の大きさ、6から8のタンパク質コーディング遺伝子を含み、そのうち2つは、ビロファー G 遺伝子と相当である。耳ミミウイルス類と肺炎との関連が指摘されているが、どこまでの関連性があるかは、現在不明である。 このトガのウイルスで人から単理されたのは LB111 だけである。耳ウイルス属と関節リウマチとの関連も示唆されている。ありがとうございます。